どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日も新作映画を一本ご紹介したいと思います。ということで、パラレルマザーズ、本作はスペインの巨匠ペドロ・アルモドバル監督の最新作となります。スペイン・フランス合作映画ですね。ペドロ・アルモドロペドロ・アルモダブ、なんか言いにくいな。ペドロ・アルモドバル監督作品は、実はね、過去にはボルベール、奇境っていう作品しか見たことがなくて、本作でやっと2作目となるんですけど、いやもうね、何年前だったかな、かなり昔ですけど、ボルベールって作品、すごく良かった記憶があるんですよ。ボルベールはペネロペ・クルス主演でしたけども、本作でも主演を演じています。ペネロペさんって、マット・デイモンとかトム・クルーズ、ニコラス・ケイジなど大物役者の元カノですよね。もう結婚していて、旦那さんはハビエル・バルデムと、まあ、こちらもね、スペインを代表する役者さんです。アカデミーオスカー俳優ですよね。もっともペネロペさん本人がゴージャスな大女優だから、そのくらいの人たちじゃないと釣り合いが取れませんよね。僕じゃダメです。ちなみに1974年生まれの現在48歳。いやもうほんとね、この人もイザベル・アジャーニみたいにほんと年を取らないっていうか、美しいままですよね。美貌、妖艶さはまるで衰えていませんでした。もちろん演技力も抜群で、ちなみに本作で2021年ベニツィア国際映画祭で女優賞を受賞しました。さらには今年のアカデミー賞で、この作品でね、主演女優賞にもノミネートされていたんですよね。ちなみに旦那さんのハビエル・バルデムも、愛すべき夫婦の秘密で主演男優賞にノミネートされているので、夫婦揃ってのノミネートということになります。まあいろいろとすごいカップルなんですよね。過去にも多くの映画賞を受賞していて、まあ日本におけるどうだろう、松坂慶子さんとか吉永小百合さんとか小保方春子さんみたいな生涯輝き続けるであろう大女優です。今後の活躍にも大注目ですね。先日の俺的映画速報でもお伝えした通り、本作は今週のミニシアター動員数ランキングでランクインしておりました。予告編が衝撃的だったので、多くの人たちの関心を引いたのかもしれないですね。舞台は2018年のマドリッドです。主人公はもちろんペネロペさん演じるフォトグラファーのジャニス。彼女はスペイン内戦で殺されて埋葬された祖祖父たちの遺骨の白骨の協力を取り付けるために、法人類学者のアルトロに仲介を願い出るんですよ。その際に2人はいい関係になっちゃってね、恋人同士になるんですね。そしてすぐにジャニスは妊娠しちゃうんですよ。おめでたいってね、言いたいところなんですけど、アルトロさんね、既婚者なんですよね。まあ要は不倫ですね。さらにそのアルトロさんの奥さんなんですけど、現在がんで闘病中。まあとはいえね、ジャニスも年齢も年齢だし、どうしても子供が欲しかったので出産を決意します。これはこの手のドラマのありがちな流れですよね。こういう時って女性って肝が据わるもんなんですよね。入院した病室では17歳のアナと出会います。17歳にはとても見えないんだけど、彼女も彼女で事情があってシングルマザーになることを決意しています。そして2人とも同じ日に出産して母親になりました。出産の幸せをかみしめた2人は再会を誓って退院します。ジャニスは娘にセシリアと名付けました。そして父親であるアルトロにも会わせるんですよ。だけど肌の色や顔立ちの印象から、いや自分の子供とはちょっと信じられないって言うんですよね。もちろんジャニスは当時他の男性とは、まあ、そういったね男女関係がないので、彼の子供であることは間違いありません。でも確かに彼の言う通り、ちょっとやっぱりね、顔も似てないし肌の色も違うから気になったので DNA テストをすることにします。するとセシリアの母親はジャニスではないという判定が出ました。
これってもう考えられるのは一つだけなんですよ。アナの娘と病院でね、病室で取り違えられたに違いない。しかしこれまでずっと我が娘として愛情を注いで育ててきました。激しい葛藤に苛まされるジャニスですが、このことを封印してセシリアを自分の娘として育てていくことを決意したんですね。それから1年後、たまたま立ち寄ったカフェでアナと出会うんですよ。彼女は店員としてこのカフェで働いていました。再会を喜ぶ2人、ジャニスはアナを家に招待してセシリアを見せるんですよ。最初はね、セシリアを見てね、喜んでいたアナだったんだけど、だんだんね、悲しそうな顔するんですね。理由を問いただすと、アナは答えました。私の娘は死んだの。そう、死んじゃったんですよ。ジャニスはこっそりとアナから DNA を採取してテストにかけます。すると、セシリアの母親は 100% アナであると判定されました。ショックを受けるジャニス。アナはまだそのことを知らない。自分がね、セシリアの母親であるということを知らない。つまり死んだのは自分の娘ではなくてジャニスの娘だったんですね。さあ、ジャニスは一体どうするつもりなのかみたいなね、そんな内容となっております。それではこれから詳しくレビューしていくわけなんだけど、その前に映画の評価額をつけていきましょうか。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画パラレルマザーズ、評価額はズバリ、1300円、終作。いや、これはね、何気に引き込まれたヒューマンドラマですよ。まあ、特に子供をお持ちのお父さんお母さんにはズシーンとね、来る、かなり刺さる映画になるんじゃないかなと思います。まあ、自分の身に置き換えてね、考えたらちょっと人ごとには思えないんじゃないかな。そのぐらいズシーンと来る映画でしたね。赤ちゃん取り違えドラマは今までにもいくつかありましたよね。最近だと是枝裕和監督、福山雅治主演のそして父になるがあります。まあ、あの映画見てないんだけどね。本作はリアリティにおいては若干首をひねるところがあるんですよ。そもそも肌の色が違うとか顔立ちが似てないなど、まあ、父親であるアルトロが一目見てね、いやおかしいだろこれって違和感を覚えたわけですよ。アナの方は、まあ、父親が不明だから気づかなかったとしても、さすがにジャニスは気づくんじゃない、病室の時点で、これ私の子供じゃないですよねってね。アナは実は複数の男性にレイプされて妊娠しているっていう設定なんですね。まあ、要は父親候補が何人かいるんですよ。これかなりね、衝撃的なエピソードになってるんだけど、これって結局父親がわからないから、どんな肌の色の子供が生まれてきても、まあ、アナは気づかないというか疑わないという整合性を取るためだけに描かれたってことですよね。まあ、さすがに2人とも疑問を持たないのはいくらなんでも不自然だから、無理やりこうやってね、レイプされましたっていうエピソードをぶっこんだんでしょうね。とはいえですよ、ジャニスが気づかないのはいくらなんでも間抜けすぎますかね。まあでもね、その部分に関しては目をつぶってあげましょうというか、ツッコミは野暮なのかもしれません。赤ちゃん取り違えドラマって互いの家族が子供とどうやって向き合っていくかがテーマになるわけですけど、本作では片方の赤ちゃんが死んじゃうんですよ。もう自分の子供として娘として愛情を尽くして育ててきただけに、今更手放せないというジャニスの気持ちは察するにあまりあるものはありますよね。でも同時に彼女は罪悪感にも苛まされることになります。正直にそのことをアナに告げれば、自分の娘はきっと取り上げられてしまうでしょう。だからアナとの付き合いを完全に断ち切ることもできたはずなんだけど、ジャニスはむしろアナをベビーシッターとして手元に置いておこうとします。せめて娘のそばにいさせて母親らしいことをさせてあげる。
これがね、ジャニスにとっての精一杯の罪滅ぼしだったんだと思いますよ。ここら辺のやり取りが変なサスペンス映画なんかよりずっとサスペンスでしたね。ところどころハラハラドキドキしてしまいます。アナもどこかで気づきそうで、やっぱりなかなか気づかないんですよね。父親がはっきりしないという設定がここで生かされています。もし、まあ、レイプされたとはいえね、父親が分かっていれば彼女も早い段階で気づいたはずで、っていうかもう病室のね、取り違えの段階で気づいてたはずでしょう。このドラマ、赤ちゃん取り違えドラマだけに終始しておけばよかったと思うんだけど、監督さんが欲張りなのか、いろんなエピソードやテーマをぶっ込んでいるんですよね。個人的にはそれらがまるで、まあ、本筋のドラマには馴染んでいなくて、むしろノイズになっているような気がしました。赤ちゃん取り違え以外に、まあ、どんなテーマがあったかっていうと、まあ、一つは同性愛ですね。そしてもう一つは、先ほどもね、キーワードとして出てきましたスペイン内戦です。前者の同性愛設定って、いや、このドラマにいるかって思ったし、スペイン内戦はスペイン人じゃないとピンとこない内容なんですよね。皆さんはスペイン内戦の詳細というか概要を把握していますかね。僕も世界史にはまるで疎いどころか、スペインがそもそもどこにあるか知らないんですよ。なので、まあせいぜいね、なんかフランシス・フランコ将軍が勝利してその後独裁政権を敷いたぐらいの知識しかありません。スペインはかつては太陽の沈まぬ国と呼ばれていた、まあそれはね、イケイケどんどんな国だったわけですよ。それがイギリスやフランスの台頭によって没落して、そのうち新興国のアメリカにまで負けてしまって、もうパッとしなくなっちゃったわけですよね。まああれですよ、あのいきなりステーキの最盛期から現在みたいな感じですよね。いきなりステーキもね、あの最盛期の頃はもうすごかったですよね。それがどうですか、今やもはやね、見る影もないでしょう。だからいきなりステーキって、まあ、スペインみたいなもんなんですよね。まあスペインがいきなりステーキ、はい。でもうその頃、もうスペイン国内は、まあ、1930年代ですね、経済的にもやばくなって、国内は大混乱を起こしていたんですよ。まあ、それからいろいろあって右派と左派の対立構造が出来上がります。社会主義者と共産主義者が結束してファシズムと戦おうとする人民戦線政府が誕生するんですよ。それに対抗するのが反乱軍ですね。やがてこの反乱軍のトップにフランコがつくことになります。フランシス・フランコですね。当時フランコさんってなんかモロッコにほぼ左遷で送り込まれていたんですよね、まあ、植民地のモロッコに送り込まれていて、まあ、そこから反乱軍を立ち上げて、おりゃーってね、スペイン国内に殴り込んでいったわけですよ。内戦だからスペイン国内だけの話かと思いきや、実はそうはならないんですよ。周辺諸国が介入してくるんですね。ソビエトは当然のことながら、社会主義者組織コミンテルンが所属している人民戦線、人民戦線を支援。人民戦線というのは、まあ、その当時のスペインの政府なんですよね。彼らの目的の一つにファシズムを撲滅するっていう目標があったわけですよ。すでにファシズム国家となっているドイツとイタリア、ドイツはヒトラーですよね、イタリアはムッソリーニで、このドイツとイタリアってソ連と仲がめちゃくちゃ悪いというか、まあ、ソ連と敵対関係にあったわけですよ。でそのソビエトが人民戦線を支援している、だったら俺たちはあの反乱軍支援しようぜとなるわけですよ。まあ要は敵の敵は味方っていうことで、ドイツとイタリアは反乱軍を支援します。この当時のドイツとイタリアって、まあ、めちゃくちゃ強力ですからね。特にドイツってヨーロッパ諸国からは恐れられていたんですよ。まあ、おっかないというかね、できたらドイツ刺激したくないよねっていうことで、まあ、本来なら人民戦線を支持するはずのイギリスとかフランスはドイツ刺激したくないから、だんまりを決め込んで、まあ要はね、スペイン見捨てちゃったわけですよ。さらに共産主義者って、まあ基本頭の悪い連中の集まりだから、最後はね、いつだって内ゲバ始めちゃうんですよね。だからもうね、戦争どころじゃなくなっちゃったんですよ。
もう内部で抗争を繰り広げてて、もう敵とか戦ってる場合じゃなくなっちゃったのね。そんなこんなで人民先生は勢力を弱めて、最終的にフランコを率いる反乱軍に敗れることになります。そして1939年にフランコファシズム政権がスペイン全土を制圧。しばらくスペインは36年にも及ぶ暗黒の時代をたどることになります。あ、そうだ、あのピカソで一番有名な絵画にゲルニカってあるじゃないですか。あれはスペイン内戦で起きたゲルニカ爆撃を描いているんですよ。反乱軍を支援しているドイツ空軍がスペイン北部の都市ゲルニカに対して行った空爆ですね。このゲルニカ空爆、実は人類史上初めての本格的な都市無差別爆撃とされています。まあ、いわば空襲ですよね。東京空襲とかありましたけど、このゲルニカ空襲が初めての空襲となります。で、内戦が終わってフランコは終身元首として36年もの間国家元首に居座りました。まあ実質的な独裁者ですね。フランコ政権時のスペインはフランコが内戦中に組織したファランヘ党の一党独裁となります。このファランヘ党、名前作中にも出てきましたよね。フランコ政権下では報道の自由は抑圧されて、政権のアンチは容赦なく処刑や投獄などの弾圧を受けることになるんですよ。まさに恐怖政治。スペインってさ、なんかこう情熱とか自由とか、なんか楽しそうな陽気なラテンのイメージがあるんですけど、ほんの数十年前まではまるで北朝鮮みたいな国だったんですね。ほんの数十年前のスペインはこんな状況だったので、おじいちゃんやおばあちゃん、お父さんお母さんが殺されたという人もいっぱいいると思います。ちょっとでも政権に批判的な態度を取れば、秘密警察が駆けつけてきてどっかに連れて行かれてしまう。そして二度と家族の元には戻ってこない。内戦中であればその場で銃殺されたとか虐殺されたなんてこともあったでしょう。それにしても同じ国民同士が殺し合うだなんて、日本人である僕たちには信じられませんよね。日本人同士が殺し合いをしていたのって、どう遡っても明治維新あたりまでですもんね。ましてやスペイン内戦とかファシズム政権って、まあ、日本で言えば昭和の話ですよ。つい最近の話ですよ。スペインは第一次世界大戦、第二次世界大戦、両方とも中立として参加していませんでした。戦争に参加してなかったからといって平和どころの話じゃなかったんですね。こういう歴史を見るにつけ、人類ってのは本当に本当に愚かな生き物だと思います。まあここら辺のね、近代史というか歴史を振り返るとですね、まあやっぱりヨーロッパではドイツって国はね、いろんなとこであちらこちらで本当に悪さをしているというか、やっぱドイツってまあいい意味でも悪い意味でもすごい国だったんだなと思います。だって第一次世界大戦であそこまでコテンパンにやられてね、えそっからもう次の第二次世界大戦にはあそこまでの大国に仕上がったわけですからね。あんな短期間ですごいと思いませんか。それに対してスペインはもういくつもたくさんの植民地を持っているような大国だったのに、それがね今やあんな感じで没落してしまって、いやーまあ栄枯盛衰っていうんですかね、まあスペインもそうだし、まあイギリスも似たようなもんですよね。ああいやいや何おっしゃる、今の日本もそうじゃないですかね。えだって今もうあれですかね、インドとか韓国とかにもう抜かれてるんですよね。だって本当に数十年前、僕がまだ大学生の頃、バブルの頃は日本ってもう世界トップクラス 1,2 を争う経済大国だったんですけどね。それからまあ30年ぐらい経って今やどうですか、先進国でも順位をつけたらそれこそ30位とか40位とか、まあ、そんなとこまでね没落しちゃってますからね。もう10年15年20年ぐらい経てばそれこそ後進国の仲間入りになっちゃうかもしれませんね。
はい、そんなわけでね、スペイン内戦と、このフランシス・フランコ政権について、まあ、簡単にね、解説説明させていただいたわけなんですけど、本作を見ようと思っている人はこのくらいの前知識として知っておいた方がいいんじゃないかなと思いました。映画って知らないことを知ろうとするきっかけ作ってくれますよね。まあ、今回これでね、僕もちょっとスペイン内戦ってどんなものなのかなってウィキペディアとか読んでみたんですけど、本当に知らないことだらけなんですよ。まあ、それにしてもこの時代は独裁者ブームだったんですね。ドイツのヒトラー、イタリアのムッソリーニ、スペインの隣国ポルトガルにはサラザールがいましたからね。そしてスペイン、フランシス・フランコ。まあ、こういうのって固まるときは固まるもんなんですかね。皆さんどう？一度くらい独裁者ってやってみたいと思いませんか？独裁者ね、どうなんだろう。でもなんかきっと毎日が楽しいかもしれませんね。あ、そういえばさ、やっとニューヨーク弁護士試験を合格したあの人、将来は天皇として君臨するんですかね。羨ましいな。彼を叩いていたマスコミ連中や YouTuber は処刑されるかもしれませんよ。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。それでは皆さん